ニューカッスルとイングランド代表 DF キーラントリッピアー33の契約交渉が始まるようだ。20代後半に来て評価を高めたトリッピアー。ロシア W 杯直前の17から18シーズンにトっテナムでポジションをつかんだ男は、イングランド代表の主力として臨んだ W 杯本大会も経て、世界トップクラスの右サイドバックとして知られるようになった。すると今度は2019年夏。 30代突入を控え、キャリア初の国外挑戦でアトレティコマドリーへ。結果的に酸いも甘いも経験することとなったらリーガキを経て、現所属のニューカッスルへは21から22シーズン途中からやってきた。加入後すぐに腕章を託され、今日に至るまで右サイドバックの一番手を譲らないトリッピア20代後半に来てようやく日の目を浴びた苦労人は、 今年で34歳とななるが目立った衰えもないイギリス・フットボール・インサイダーいわく2025年6月までとなっている現行契約の延長交渉はまもなく始まるとのことどうやらかなりの数のクラブがトリッピアー獲得に関心を持っておりその状況を中止しているという1月には33歳にしてバイエルン移籍も浮上していたトリッピアー 今なお現役のイングランド代表プレーヤーであり、これからも息の長い選手として活躍しそうだ。